さあ始まりました、クリちゃんクッキングのお時間です。本日はクリスマスということでクリスマスケーキを作っていきますよ。まずはじめにバターを湯煎にかけて溶かしていきます。バターを温めている間にボウルに卵黄と砂糖を入れ、間違えた、これ卵白だ。完全に忘れた。泡立て器でよく混ぜます。混ぜ終わったら湯煎で溶かしておいたバターも入れてさらによく混ぜ合わせます。そうして混ぜ合わせた生地に先ほど作ったメレンゲを加えてさっくり混ぜ合わせたら、その後薄力粉を入れて切るように混ぜていきます。最後にバニラエッセンスで香り付けをしたら生地の完成だ。次はいよいよパンケーキ作りです。フライパンに油を引き火にかけます。よく温まったら生地を流し込み弱火にして蓋をします。これで焼き上がるまでしばらく放置するだけだ。その間に使った調理器具の後片付けをしてしまおう。洗い物を終え椅子に座って一息つく。ちらっと横を見るとそこには俺の肩にもたれかかって眠る春の姿があった。そういえば昨日も夜遅くまで起きていたな。そんなことを思いながら俺は春の頭を優しく撫でる。すると春が嬉しそうな表情を浮かべたので思わず笑みがこぼれてしまった。突然ドアからノック音が聞こえてきた。誰だろうと思いながらも返事を返す。はい。するとゆっくりと扉が開かれ、そこから現れた人物を見て驚いた。そこに立っていたのはなんと笑おそりゃそうなるよな。くっさ、焦げくっさ、完成。何してんだろう。まあそんなクリスマスも悪くないかな。終わり。メリークリスマス。メリークリー。